皆さんこんにちは。今日は平野先生と青虫出たよという手遊び歌をして遊びましょう。キャベツの中から青虫出たよ、ピッピッ。お父さん青虫、キャベツの中から青虫出たよ、ピッピッ。母さん青虫、キャベツの中から青虫出たよ、ピッピッ。兄さん青虫、キャベツの中から青虫出たよ、ピッピッ。姉さん青虫、キャベツの中から青虫出たよ、ピッピッ。赤ちゃん青虫、キャベツの中から青虫出たよ、ピッピッ。ちょうちょになりました。はじめは右手と左手をグーとパーで交代しながらキャベツの形を作るよ。キャベツの中から、キャベツになったね。次は青虫出たよと言って指をあげるよ。はじめは父さん青虫だから親指でピッピッとするよ。次は母さん青虫だから人差し指を上げてピッピッとするよ。次はお兄さん青虫だから中指でピッピッ。そうそう、上手だね。次は姉さん青虫だから薬指でピッピッ。そう。次は最後の小指で赤ちゃん青虫、ピッピッ。全部家族が揃ったら最後はピッピッ。二つの両手をパーにして蝶々になりましたとします。わかったかな？じゃあもう一度先生とやってみましょう。キャベツの中から青虫出たよ、ピッピッ。お父さん青虫、キャベツの中から青虫出たよ、ピッピッ。母さん青虫、キャベツの中から青虫出たよ、ピッピッ。兄さん青虫、キャベツの中から青虫出たよ、ピッピッ。姉さん青虫、キャベツの中から青虫出たよ、ピッピッ。赤ちゃん青虫、キャベツの中から青虫出たよ、ピッピッ。ちょうちょになりました。上手にできましたね。また違う歌を歌って遊びましょう。